あ、でも、今まだ体力、大丈夫じゃない。ほい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。結構、竜王はね、ドラクエのギャグ漫画の方では、おぉ、雑な扱いになるんよね。めっちゃコントローラー震える。これこそが真の姿、竜王。何気にね、可愛いんやけどね。でも絶対強いけん。うわ、竜王の力で全ての持ち物を失った絶対ダメじゃん、それ。え、絶対、うわ、ちょっと待って。いや、やめろって。ん？ルビスの導きで仲間が助けに来た。マジで戦ってくれるん。え、噛みつけを防ぐ。あ、待って、メルキドシールド。いや、メルキドシールドはいいんですけど。ちょっと待って。あの、ちょっと私やばいよ。あ、それそれ。ありがとう。はぁ、ちょっと、足りない。ちょっと足りません。はい。桃がきの実、あ、やれる。なるほど。こういう風にやっていけばよいということ。桃がきの実、ありがとう。お腹？なんかちょいちょいみんなが来てくれるみたいなんだけど。ね、ちょいちょいみんなが来てくれるみたいではあるのだけど、薬草足りないよ。あ、誰次？何誰？あ、噛みつきを防ぐ。うん、防ぎたい。あとちょっと、薬草も欲しいかな。はい。どうよ。はい。あ、ありがとう。ちょっと今すぐ取りたいんだけど。はい。オッケー、はい。はい、しかやってない。これで、離れたとこにいたらそれは防げるはず。はい、オッケー。で、次、噛みつきでしょ。よし。どうよ。はい、この繰り返し。薬草どんどん持ってきて、どんどん。危ない。誰？あ、メルキドシールド？ありがとう。ロロンドありがとう。なんか暗くなった。竜王のしもべ？ちょっとやめてよ、そういうの。竜王は力を貯め始めた。貯めないで、力。危険。誰か現れた？なんか誰か現れたっぽい音がしたんだけど。おー、やべえよ。ありがとう。他には？あ、誰も来てないのね。誰も来てないのね。はい。おー、危ねえ。なに？誰？びっくりした。攻撃かと思った、一瞬。あ、ロッシーなんか罠置いてった。なるほど。これを。びっくりした。ここに来てキメラですか。なに？誰？ちょっと薬草を使っとこ。はい。何？あ、ありがとう。何それ？世界中の歯？ちょっと薬草が欲しかったけど。まあいいや、はい。やばい。竜王のしもべを6匹倒したら何かがあるんだろうか。あ、ありがとう。そう。今はちょっとね、薬草が結構重要なんだ。6匹倒した時にまた竜王が近づいてくる感じかな。ちょっと君らダメだよ。はい。やべえ、取り払われた。はい。これを使った時に、お、必要な場所足りねえっつってんじゃん。あ、よろしくない。ちょっとよろしくないよ。私めっちゃ追い詰められてるよ。あ、薬草。はい、オッケー。ちょっと待って、食べるから。よし。何？あー、ちょっと。踏んだり蹴ったりです。あ、世界中の歯使っちゃった。やべえ、もうダメじゃん。あ、やめて。やめてって言っても無駄だろうけど。世界中の歯がなくなったの痛い。何それ？あ、ありがとう。薬草どんどん溜まってく。ありがとう。大事、薬草大事よ。なんか、トゲ輪の私1個持ってる。はい。何？お、誰か来た。竜王。ん？高いところに逃げろ。はい。間違えた。ブロックを積んで高いところに逃げる。はい。え、これ大丈夫？いける？全然、なんか、もう混乱して。あ、やべえ。
遠くの竜王を攻撃するには何どうすればいいの？ちょっと待って、薬草。あ、猫。あ、大砲、大砲、大砲。これ助かる。はい。間違えた。間違えまくりだ。はい。使う。そして、はい、使う。あ、薬草ありがとう。はい。え、大砲なくなった、大砲なくなった。ね、大砲なくなったんだけど。みんな、あ、ブロックを積んで高いところに、はい。これ逃げれてる？なんか普通に攻撃受けてる気がするんだけど。逃げれてますこれ。逃げれてないよね。あ、あ、一応でもダメージは少ないのか。少ないんかな。あ、姉子来た、姉子来た。あ、大砲。なるほどね。何回も繰り返しだ、これも。メルキドシールドの時と同じやね。違う、違う。あ、薬草くれる？はい。あざまーす。あー、ちょっとやべえ。体力回復するね。はい、はい。どう？あー、しもべきた、しもべきた。竜王力溜め始めた？やばいね。待って、そこの。あ、でも、今まだ体力、大丈夫じゃない。回復中に背後から来るなよ。ちょ、その竜王の攻撃ダメだって。はいはいはい。ちょ、待って、はい。はい。え、攻撃受けないんだ。攻撃自体受けないんだ。それちょっと良くないよ。あ、お腹ありがとうね。うさまめバーガー。ひえへ。うさまめバーガーはいいんだけどさ。そんな可愛いものくれるのはいいんだけどさ。あ、やべえやべえやべえ。これちょっとやべえぞ。あー、ちょっと待って。あ、世界中ありがとう。それほんまに大事やけん。はいはい。なになに、ラリホー？ダメだよそれ。はい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 。てかこの大砲をさ。あー、ちょっと何やってんのさ。この大砲間違えた。はい、大砲どうよ。何それ、ありがとう。海鮮鍋。みんなめっちゃ料理作ってきてくれる。やべえ。ちょっと待って、はい。おっしゃ。ちょっとアタックされる前に、やっつけてしまわなければ。お、誰か来たよ。あー、やべえ。落ちる、落ちる。はいはい。おし。あ、薬草、薬草、薬草。一応世界中の歯が待った。うわ、ちょっとダメだろう。え、どうよ、それ。ちょっと全回復しといた方が。いやー。厳しいね。何これ、竜王自分で戦えよ。マジで思うんだけど、自分で戦えよ竜王。しもべに戦わしてんじゃねえよ。ちょ待って、回復回復。あ、ここここやばい。落ちたらどうなるんこれ。いやー、端っこ行っちゃダメなんだな。あと2匹、この2匹ってこと。あー、やばいねこれは。頑張ろう。あ、薬草、薬草、薬草。もうさっきからね、さっきからね、すごい助かってるよ。あの、誰だっけ、名前忘れちゃったけど。こっち毒？こいつ毒か。あ、やばい。あれだ、元老和だ。元老和超助かってるよ、私。はい、ありがとう。あ、まだ回復しなくてよかったな。あ、毒。あ、そっか、こういう時の桃ガキだ。はい。そうだよ、桃ガキって体力回復するんじゃなくって、あれなんだよね、毒なんだよね。毒また食らったし。やばい、早めに。早めにやっつけないと。はい、オッケー。回復こまめに。回復をこまめに。しもべ倒したよ。やべえ。しもべ倒したよ。あとは？誰か来ないの？あ、来た。あ、来た。ちょ、あの、大砲か何かを。ありがとう。戦いの終わりは近い。やった！やったーはいいんだけど、何で、あ、そっか、これ、噛みつきっすか。また噛みつきっすか。だよね、だよね。はいはい、オッケー。次多分なんか、そうそう、それで来るけん。次近い、おー、やべえ。次近寄ってきた時に、噛みつき、はい。と、高いところに逃げろ。高いところに逃げろ。ちょっと待って。間違えた、間違えた、間違えた。ちょ、怖い、怖い、怖い。ありがとう、みんな。いろんなものをありがとう。
あ、やべえやべえやべえ。それ超ダメージあるね。それ超ダメージあるね。はい。え、今回は不正でもあれなの？特に何もないの？はい。薬草。助かる助かる。ちょっと魔法の大砲を使おう。はい。え、どうどうどう？はい。効いてる？あ、効いてる。オッケー。あ、ちょっと待って。回復回復回復。やばいやばいやばい。はい、薬草ありがとう。竜王は力を貯め始めた。メルキドシールドとか効かんか。同じ場所にずっとおったらちょっと危険よね。動き回っとった方がいいかな。あ、ブロックを積んでって書いてる。ブロックを積んでって書いてるよ。戦いの終わりは近い。噛みつき。噛みつきからの気絶はなくなったんやね、もう。あ、やべえ。今誰か現れたやろ。はい、ありがとう。噛みつきを防ぐのだ。ちょっともういっぱい使っとく。ありがとう。高いところにね。はい。高いところにね。はい。一応聞いてはいるんだよな。どうよ。なに、誰？あ、激突マシン。え、この超激突マシンってどう使えばいい？あ、こっちに来たときに。あ、やべ。ちょ、待って、薬草、薬草。薬草、薬草。ちょ、さっきからね、回復しても回復してもやられるんだわ。あ、ありがとうね。ありがとうだけど、それ、竜王の目の前なんだ。ブロックを積んで高いところに。あ、不思議の力で弾き飛ばされる。はい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 。うわ。やべえ、なんか効果あるんだろうか、これ。全然効果あるように見えないんだけど。ね、超激突マシン、どのタイミングで使えばいい、私。これで、いける。ダメだ。ちょっと待って。全然違う。全然違うとこ開いた。正面に来た時に行けばいいってことかな。戦いの終わりが近いってなってから多分ね、私ダメージ与えれてないんだわ。いや、恐ろしい。来ないでくれ。うわ、やべえ。自分から当たりに行っちゃった。力を貯め始めた。この時には行けないの。行けないっぽいっす。はい。降りる降りる降りる。何何何、誰？あー、高いところにね。はい、高いところはいいんだけど間に合わなかったわ。てか意味あんのかね。ちょ、いっぱい。あ、何何、ありがとう。あー、やばい。これは全回復しとかないと確実にやられるパターンのやつ。はい、んで、はい、おー、はい、薬草いっぱい。はい、やべえ。大砲、もう大砲が一番、大砲が一番私には合ってる攻撃ね。はいはい、やーべ、ありがとうね。あ、大砲なくなってる、なくなってる。ブロックを積んで高いところに。はい。あ、違う。あ、違う。斜め。それ超斜めだから。はい。いけてます？うお、やべえ。あれがやっぱり全然逃げれてないよね。逃げれてないよね、全然。あ、メルキドシールド、はい。私が下手くそなんやろうな、多分。ちょ、姉子？あ、いたいた、姉子。うん、姉子のね、その大砲が一番私多分役に立ってるし助かってる。はい、これで多分私倒せると思うから。はい、あー、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、私マジで力を貯め始めた。はい、ありがとう。ブロックを積んで、ブロックをどこまで積めばいいの、これ。どういうことだ。だってめっちゃさ、お、なんだなんだ、薬草か。あの噛みつきの時に超激突マシン、おお、
噛みつきの時に超激突。あとちょっとなんだけど、姉子、あの姉子大砲ください。もうリオがさ、ギャグ漫画の時にはすごいひどい扱いなんだよとか言ってる場合じゃないんだよね。絶対なんかちょっと恨んでるわ、私のこと怒ってるわ。うお、あー今いけると思ったのに。あのタイミングを見計らうのちょっと難しいんですけど。じゃあ姉子じゃない、はいはい、高いところね、ありがとう。間違えた、食らってもないのに、食らってもないのに薬草食べちった。まあでもいっぱいあるけん、まだあれか、まだあれか。何それ、あ、超激突マシン、ありがとう。あ、君もしかしてララいっきゃ、ララいっきゃ、ララいだね。この辺いけるんかな。あ、やばい、もうね、これは耐えるしかないってことだ。私下手くそだから、ブロックを積んで高いところに逃げろはとりあえず我慢するっていう方向で行くわ。あ、今の避けれた、もしかしてなんか避けれたっぽいね。なんでやろ、ちょっといっぱい積んどこう。おー、やべ、ありがとう薬草、えい。毎回ちょっと全回復しといた方がいいよね、これで。はい、え、だってこのスピードでやりよったらさ、絶対もっとプロった人の方がいいんかな。ほらダメージ変わんねえし。ちょ、姉子現れて、あい姉子現れて、全然だし全然だし、降りて降りてだってなんかバリアみたいなの張っとるやろ、確実にね、確実にバリアみたいなの張っとるやろ。姉子はい、姉子ヘイナイス。うおー、やべえ、びっくりした。これで次こそこれでやっつける。もう姉子が来てくれたらやっつけたも同然だから私。おっしゃ、やった、いった、ほぼ大砲の力でやっつけたってことよね、最終的てか途中から。最初の頃はまああの噛みつきのやつ、メルキドシールドを使って混乱した時にシャ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 ってやりよったけど、途中からさ、メルキドシールド使っても全然混乱じゃないわ、気絶せんなったけん。よくやりました、アイナ、見事竜王を打ち倒しましたね。これルビス？なんかまがまがしいんだけど。そもそも、私と竜王は、太古より地上における人と魔物との、ん？人と魔物の断りを。何？え？何ですって？昔話はいいから、早く空の光が見たいですって？まあね。おう、それもそうですね。それではまず、あなたの力で光の玉を作り出すのです。光の玉？どこで？え？何？あ、これで？これルビスじゃないんや。光の玉。それで空の闇が、めっちゃ動くやん、私。まるで分身して何人もおるかのようやで。おー、なんかできた。光の玉を取り戻した。取り戻した。よくやりましたね、アイナ。ではその光の玉を天へと掲げるのです。天へと。ほい。ん？掲げた？手を引っ込めただけのように見えたけど。おう。これでやっと、結局竜王まで私がやっつけるんじゃないか。私と姉子のおかげかな？まあ、あとロロンド。あ、でもあれか、薬草とかも役に立ったけん。元老はとか、その辺もかな。もう途中何回も死ぬかと思ってやばかった。あー、もう本当に平和な感じになったね。アレフガルドに光が戻った。アユナよ、よくやりました。これでアレフガルドの地は復活することでしょう。アユナ。勇者ではないあなたが竜王を倒せたのは、今まであなたが作り上げてきたものがあったからこそ。私の思い描いた結末とは少し違いましたが、あなたには感謝しています。
思い描いた結末っていうのは竜王は倒されてないんやろ。おう、どうしたのです？アイナ、あなたは？何？え？はぁ、おう、しっかりするのです、アイナ。そうか、力が。やはり、思っていた通りのようですね。あなたの体はもう限界のようです。間もなくその姿を保っていられなくなるでしょう。だから私は言ったのです。竜王の討伐は、本来あなたの役割ではないと。この姿を保っていられんっていうのはちょっとゾンビ的な感じに。え？何ですって？自分で選んだ選択だから、後悔はないと。ふふふ。アイナ、なんともあなたらしい言葉です。まったく。あなたは結局最初から最後まで何も変わっていないのかもしれませんね。アイナよ、私は時々考えてしまうのです。世界の半分を与えるという竜王の問いに、あの者はなぜはいと答えたのかと。私にはよく理解できませんが、それも一つの人間らしい選択なのかもしれません。まあね、欲は尽きることがないんだ。さあアイナ、皆があなたの代わりを待っています。一路仲間たちの持つ、ララトームへと帰るのです。あなたのことは、姫にだけ話しておきます。体はまだ、ほんの少しなら持つでしょう。他の人間は知らずにそのまんま、私はさよならなわけだ。到着。中じゃないんかい。あ、めっちゃ平和な音楽、いいね。おう、みんな。みんな。アイラ様、ついに竜王を倒し、世界に光を取り戻してくださったのですね。しかし、ルビスから聞いています。あなたはすべての力を使い果たし、もうすぐ消えてしまうと。そして、自分のした選択に後悔はないと。アイラ様、正直に申し上げて、あなたは、私が想像していた伝説の勇者とは少し違う気がします。だって勇者じゃないもん、私。しかし、あなたは、何？アイラ様。アイラ様の無事を待っていた方々が、あなたと話をしたがっておりました。どうぞゆっくり話をしてきてください。そして、準備ができたら、もう一度私に声をかけてくださいね。やりましたね。準備っていうのは消える準備のことだろうか。おう、アイナ。見てみろ、この世界の清々しさを。溢れる光がこんなに美しいとは。頬を撫でる風がこんなに心地いいとは。世界が闇に閉ざされて、一つだけ良かったことがある。それはいつも当たり前にあるものの、美しさや素晴らしさに気づけたことだ。このような気持ちをいつまでも持ち続けることができればよいのだがな。また人間の欲が出てきそうよね。とにかく、本当によくやってくれたな。改めて礼を言うぞ。ありがとう、アイナ。いいえ、まさかお前が、うるせえわ。アイナ殿。竜王と戦ったとき、竜王とは何か言葉を交わしたのですか？まあまあまあ。なぜ竜王は人思いに、人間を滅ぼさず、物を作る力だけ奪ったのか。僕はずっと気になっていたのです。竜王は悪の権化とはいえ、それは人間の立場から見た場合の話。竜王は仮にも、王の中の王と言われているほどの魔物です。ただ単純に、世界を壊したいとか、何の理由もなく、人間を滅ぼしたいとかいう、子供っぽいものでないなら、何か考えがあってのことだったんでしょう。何が正義で何が悪なのか、立場によって違ってくる。なかなか興味深いものですね。まあそれは思うよね。素晴らしいです。ありがとう。魔物からしたら、魔物の平和を守るためとかっていうこともあるし、なんでそんな一列になってんの？アイラ様、私がいつだよお話しした疑問を覚えてらっしゃいますか？竜王に挑んだ伝説の勇者の血を引く戦士が、なぜ竜王の誘いにはいと答えたかという話です。実は私は、あれからずっとそのことを考えていたのですが、アイナ様のお姿を見て、一つの答えが浮かんだのです。何？その方は、勇者の血を引く選ばれし者として、周囲からもてはやされて生きてきた。きっとその方には、自分で自分の道を決める選択肢が与えられたことなど、一度もなかったのではないでしょうか。そんな中にあって、自分の道を決める選択肢を与えられたとしたら、私なら考えてしまうかもしれません。自分がここでもし、はいを選んだら、どうなるんだろうと。
好奇心ってこと？その方はきっと世界の半分が本当に欲しかったわけではないと思うのです。あの問いにはいと答えたのは純粋な好奇心だったのではないかと私は思います。あの選択は忌まわしい選択かもしれませんが、私はその方の気持ちもわかる気がするのです。まあね、だって選択肢が出るたんびにはいを選んだらどうなるんやろ、とりあえず見てみようみたいなこともあるけんね。きっとその方はアイナ様と違って真面目な方だったんですね。なんだと、そういうことか。なんということでしょうね。素晴らしいよね、世界が元に戻ったよ、この素晴らしい空。ノーアイナ、わしはずっと昔から思っておったことがある。神や精霊や占い師とはなぜにああも意味深な言い方をするのかの。そなたの責務にしても、聖なる祠を作る素材にしても、最初にズバッと言っておいてくれればあのような苦労をせずとも済んだのに。まったく、何でもかんでももったいをつければいいと思うよってからに、自分も占い師じゃないか。おっと、このようなこと預言者を名乗るわしが言えることでもないか。あ、預言者か。アイナよ、どうかルベスには黙っておいてくれ。聞こえてるんじゃないかな、精霊だもん。感無量じゃ。よかったよかった、今までどんなに世界救ってきてもこんなに青空になったことなかったもんね。姉子。なあアユナ、私たちがいる今のこの世界っていうのはさ、竜王の選択に誰かがはいって答えたことで生み出された世界なんだって。そうそう、それを聞いてあの発明バカのラライの言葉を思い出したよ。世界ってやつはその時々の選択によっていくつにも分かれて広がっていくものだって。パラレルワールドね。ってことはもっと早く竜王が倒されて平和になった世界もあるんだろ。まああるんじゃないかな。まあそっちの世界に比べたら私たちは遠回りしちまったかもしれないけど、これはこれで私は楽しかったよ。おかげであんたになって会えたしね。ついにやったね、ほんとついにだよ。会いなよ、我が輩はお主がメルキドを去ってから例のメルキド録を全て読み解いたのだが、そのメルキド録の最後のページに面白い記述を発見してな。なになに？それによるとビルダーというのはそもそも人間が作り出したものらしいのだ。空の光と物を作る力を奪われ絶望の底に沈んでいた人間たちは、誰からでもなくただ漠然と荒廃した世界を再建する者の出現を願った。それがいつの間にか伝説となり、人々はビルダーの誕生をひたすら待ったのだ。あ、じゃあもともとおる存在ではなかったってこと？おそらくルビスはそんな人間たちの悲痛な願いを聞き入れ、お主という存在をビルダーとして世に使わしたのであろう。我ながら最後にふさわしい素晴らしい話ができたぞ。まあもともと伝説のビルダーはおらんかったってことなんやね。これも20万ページに及ぶメルキド録を全て読み解いた結果だな。20万ページ、それは、ほんまにお疲れ様やね。ぶわーはっはっは、ぶわーはっはっは、相変わらず。ついにやってくれたな。やったよー。さあ、姫様。あー、ピリンってことも話したかったー。ね。おー、アイナ様。皆様とのお話はもうお済みなのですか？うん、一応全員と話したよ。実はこれから、世界に光が戻ったお祝いに、ささやかな宴を開こうと考えていたのです。私は？では、アイナ様、宴の準備はよろしいですか？あ、オッケーオッケー、私も参加できるんね。アイナ様。改めてではありますが、竜王を倒し、世界をお救いいただき、ありがとうございました。これは、物を作る力を持つ、あなたでしか成し得なかったこと。アイナ様、あなたは、精霊レビスが選んだ勇者ではないのでしょう。私が思い描いていた伝説の勇者とも少し違っていました。しかし、月並みかもしれませんが、私はこう思うのです。勇者だから何かを成すのではなく、何かを成したから勇者なのだと。まあね、最初から何にもしてないのに、今日から勇者とか言われても困るよね。勇者よ旅立つが良いとか言われましてもって感じだし。私は皆にとって、アイナ様は誰よりも立派な勇者様です。アイナ様、ルビスは言っていました。あなたの体が消えてなくなるのは、もはやどうしようもないこと。そこさ、ルビスちょっと、竜王倒したんだから、
仕方がありません、私が、みたいなことを言ってさ、助けてよ。しかし、皆が望めばきっと、またあなたに会うことができるだろうと。望んでね、ちゃんと。忘れないでね。さあ、宴が始まります。アイナ様、共にアレフガルドの復活をお祝いしましょう。なんか最後ぐらいさ、もっとこう、今までのメルキドのメンバー、リムルダールのメンバー、マイラ、バライアのメンバー、全員集まってほしかったな。夕べはお楽しみでしたね。誰？お？夜通しニヤニヤして楽しそうに寝てましたよ。一体どんな夢を見てたんです？どここれ？え、なんか荒くれ者がいっぱいいるんだけど。え？夢じゃない？夢も見てないのにあんな締まりのない顔を？うるさいよ。それはそれでなんだか不安になりますね。親方の弟子の身としては。私が親方っすか。で、まあそんなことより親方、早いとここいつを完成させてまいりましょうや。城と町がバラバラだったララトームを一つにまとめるバカでけえこの工事。完成させられるのはこのアレフガルドで親方しかいないんですからね。え、結局私しかその力ないんすか。ほらほら親方、ぼさっとしてねえで、親方自慢のブロック積みを若い奴ら見せてやってくださいよ。お、いい音。うおー、何度見てもすげえや。こりゃ次に行く海の向こうの王国でも、とんでもねえものが作れそうだぜ。何、王国超えてくの？さすがは親方、やっぱり親方は伝説の。そして歴史は続いていく。ビルダーたちのものづくりも、決して終わることはない。結局私は生きられたのか。